今までいろんな現場やってきて、こんなに豪華でものすごい作品に関わったのが初めてで、もうずっとほとんどグリーンバックで撮影してるような感じ でそこでこういろいろねプランを練って、こう監督に相談したりもするんですけど、やっぱこっちが思ってる以上に監督が描いてる世界観が強すぎて全部拒否られるんですよね。プランを持って、プランを持って行っても、で、あれと思って、俺昨日3時間寝ないで考えたの。で、このメンバーでとにかく1年前ぐらいから、10ヶ月前か、アクション練習から始まって、で、もうその頃はまだ夏だったな。アクション、アクション、アクションっていう風に言ってるんだけど、あの作品を見るとその、まあ、リュウガリアン、ジンガーアミリ、リュウエ様で、そして僕たちが、僕たちだから、カラムシいなかったじゃないですか。あんなこと一瞬なかったガルドを仲間に入れないで頼むから。いや仲間だわ、仲間に入れるだけだから違うから。いやなんかそのコンビ感っていうのをまあ出していけたら今後いいのかな。一人一人だって一人ストーリー作らないで。全然違うからストーリーがビビるから。いいのかな、こういう人なんですよね。わからないことにいいことに、そうね、かっこよかったからって、ね、すっごい口から出る 80% ぐらいの言葉が嘘なんですよね。まあ本当わかりやすく言うと、僕ギガっていうのはずっと前から出したかった魔界騎士で、あの CR にも出したんですけども、ずっと出したかったキャラクターで、ずっと斧が似合う男を探してました。で、見つかったというだけです。ちょっとますます汗がみたいな感じですけど。やばいよもう。すごいな、一回吐けてよ。いやでもそういう意味ではとっても重要な。そうですね、もう斧以外似合わないですねこいつ。いやありがたい、ありがたい。もうすでにマイクも違和感あるから。見えてきちゃうみたいな感じがありますけれどもね。多分あの今日4話見て、この後もシリーズ見てもらうと、もっと多分好きになってもらえると思うんで、大悟の不器用なところが。なんか僕がこう大悟を演じる上で気をつけてたのが、まあイメージ、僕のイメージなんですけど、岩みたいな、でっかい岩みたいな、でそのなんか武骨さとか、まあ、不器用さであったり、もう突き進む、まっすぐさ、まっすぐさ、そのパワーっていうのを、まあ、なんかこうマイク通してください。一本柱を立てて演じている最中です。いやもう終わりますよ。終わるよもう。そろそろもう終わるよ。もうあと5日ぐらいでクランクアップしますよ僕。まだまだまだ、はい、なんでドヤ顔したんだろう最後。いや、返します。はい、ありがとうございます。ではですね、タオルが参りましたので、ぜひお素敵なタオルありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、皆さん温かい方ばかりちゃんと見せて、ありがとうございます。はい、ではですね、ぜひですね、これからこうテレビシリーズね、皆様毎週毎週ご覧いただくわけなんですけれども、リュガとリアンが回を追うごとにすごくいい顔になってるんで、表情の変化とかも見てください。それと今日皆さん本当にすごくラッキーだったと思います。なぜかっていうと、今日撮影してこのまま来てるんで、ほぼ劇中と同じ、中身は違うけども、同じ佇まいの、キャラクターに仕上がってるんで、しっかりと目に焼き付けて帰ってください。はい、栗山さん、そうですね、やっぱりアクションって言いたいんですけど、今回の話は結構リュウガとリアンの話でもあるので、2人の距離感を、ね、どんどん輪を追っていくたびに見ていただけたら楽しめるんじゃないかなと思います。うん、はい、ナリさんは。そうですね、私もそれを言おうと思ったんですけど、ね、やっぱり仲いいからしょうがないですね。そうだよね。いや、それプラスやっぱり私は今回で本当にアクションを頑張ろうと思ってきたので、やっとコンビネーションのバトルができるぐらいになったので、やっぱりそこは一番見てほしい
ところです。今日もいっぱいワイヤーやってここに来てるんで、ね、朝からずっと休まずやりましたね、はい、ありがとうございます。まだ謎の男ということなんですけれども、あのこれから先その謎が、そのベールがあの解かれていくのがすごいあの、ちょっと僕個人的にも楽しみにしていて、あの皆さんも楽しみにしてもらえたらなというふうに思います。はい、やっぱチーム戦がキーワードみたいなことをあのどこかでも皆さん聞いてらっしゃると思うんですけれども、まあ龍がリアンに対するジンガーアミリは、対になる存在ということで、龍がリアンにないものをジンガーアミリがこう持って表現している部分があるので、この対の2人がどういう2人パートナー同士がどういう戦い方をしていくのかなっていうのが一つ、まあ、ポイントであるところだと思うので、楽しみに見てもらえたら嬉しいです。ストーリーだったりアクションだったりはもちろんなんですけれども、あの撮影中では私たちは誰もわからない、オンエアで初めて聞く音楽、音楽がすごい私は素敵だなと思って、それぞれのキャラクターのなんかテーマの曲があったりもするので、そういったところにも注目して見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。今回リュウガリアン、ジンガーミリ、そしてガルドとダイゴ。だから違うから違うから、あそこのペア違うんだよ、うん、あまあ、うん、だから4組がこう別々となって、それプラス夢みたいな、それプラス夢みたいなところもあって、おまけみたいなね、うん、それぞれに思う気持ちがやっぱみんな全然違くて、ガルドもこのリュウガリアンと今後どうなっていくかっていうのが本当に毎回毎回前は変わ気持ちが変わっていってるんですね。だからそこをね、みんなそれぞれの気持ちをすごい注目して見ていただけたらなと思います。はい、まあ、ワイヤーアクションをはじめ VFX が美しかったり、美術さんがすごく頑張ってくれてたりとか、見どころはもうたくさん、上げきれないんですけれども、大吾、秋月大吾的なここを見てくれっていうのが、僕初めてヒゲ役でヒゲを伸ばしてるんですけど、なんか整え方がちょっとわからなくて、ちょっと動揺しながらいろいろチャレンジしてるんですけど、どんどん回が進むごとにちょっと厚みを増してるヒゲというそれお前見どころなのかで、まだ撮影、終わっていないので、パンチ一発一発に魂を込めて、みんなスタッフ、一丸となって、撮影をしてまいりますので、応援をよろしくお願いします。本日はありがとうございます。今回のゴールドストーンショーは、こう以前の作品よりももっともっとすごいいいこう見せるためのものの作品となっていると思うので、最終回までぜひ1話も見逃さずにご覧ください。ありがとうございました。今言われちゃったんですけど、1話から最終回までで一つの作品なので、ぜひ1話も見逃さず見ていただきたいのと、あとみんなそれぞれすごい人らしい心を持ってるキャラクターだなと私は思っているので、そういったところにも注目して見ていただきたいなと思います。あと言わせていただけるのならば、エンディングまできちんと見ていただけたらなと思います。今日は雨の中ありがとうございました。こんなにキャラクターが一つのシリーズで出てくるっていうのは、そうかね、初めてなのかな。なんかみんなそれぞれがキャラクターに、それぞれの正義を持って、動いていくのでいるので、やっぱりそこら辺、そのそれぞれ龍がリアンはもちろん正義なんですけれども、それぞれの気持ちに感情移入してもらえる、注目してもらえる輪がそれぞれにあるので、本当に一番も見逃さずに最後まで続けて見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、もうすぐ、まあ、クランクアップはするんですけれども、あのガロのために費やした8ヶ月間9ヶ月間でとても充実した日々で、僕も全身全霊を込めてこの作品に参加させていただきました。
っぱり1話から最後まで見ていただければとても嬉しいなというふうに思います。今日はありがとうございました。まずこのドラマシリーズの台本をいただいて、ストーリーを全部聞いたときに本当に素晴らしい作品だなって心から感じて、でそれと同時にすごくプレッシャーがあったんですけど、でもこの素敵なみんなキャストの方たちと、主役の栗山君と雨宮監督と、でみんなと一緒だったら絶対に最後まで最高な作品にできるなと思って、もう少しあと4日5日でクランクアップなんですけど、最後まで本当に心を込めてやっていきますので、ぜひ1話から最終話まで見逃さず見てください。今日はありがとうございました。みんないいこと言うな。このドラマはもう本当に最後だと思って、全部栗山航の全部を出して挑んだ作品なので、もうこれ以上ない栗山航がきっと今年見れると思うので、それを最後まで見届けていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。これは多分みんなひしひしと感じていると思います。でこういった応援とかですね、こう皆さんの今ちょっと満足そうにしている顔、優しい顔が、割とお世辞じゃなくてですね、ガロの、現場の、制作の原動力になってますので、これからもガロを愛してやってください。みんなもう大体同じなんですけども、最後まで見てもらうときっと何か残るものがきちんと入っている作品になりますので、最後まで応援をよろしくお願いします。そうなんですよね、意外とね、ないんですよね。